どうも皆さんこんにちは、ネモですよ。さて、ありふれた記憶に思いを馳せたり、新しいありふれがあったり、そんな季節ですね。というわけで、ありふれた食料で世界最強。今回は、はじめさんとゆえさんがチューをして、ついでにダンジョンのラスボスを倒す。これ、第4話ですかね。5話でしょうか。チューしてるんですよ、チュー。ということで、なんかもう、1話くらい話を飛ばしてしまったかのような急接近です。何か見逃しちゃったんでしょうか。本当に1話見逃したくらいというか、知らない間に時系列されちゃったのか。逆に時系列して、二人が急接近した様子でも描くんでしょうか。だって、主人公とヒロインのキスシーンですよ。視聴者の熱も高まって、感動を分かち合う、祝福を送りたくなる、そんなシーン。私だって、気持ちが乗っかっていれば、花輪くらい送ってもいいかなって思うんですが、現状では、隣のクラスのあいつら、付き合ってたの？全然知らなかったよ、くらいにしか思いません。まあ、今回は、そんな戸惑いのキスシーンをはじめ、とにかく、置いていかれることばかりが多くて、ちゃんと話を理解できていなかったので、そんな理解しづらい話になりそうです。ということで、中身の方は、ダンジョン真相へと到着。どうやら、強敵が待ち構えているようです。そこに、お手手を繋いでいく、父へ赴くというより、イケアに、同棲先の新しいソファーでも買いに来ているみたいな雰囲気。本当に、前回何かあったんでしょうか。ほら、3話の段階では、二人の信頼が強固になったという様子もないわけで、お互いに打ち明け話を済ませて、一緒に故郷へ帰ろう、ゆえさんも連れて行く、という目標設定ができていたのは、大変喜ばしいことですが、そのやりとりがあった後、二人の距離感を確認するシーンといえば、例の面白場面だけなわけですから、また何か距離が縮まる素材が必要だと思うのですが、特にそういったものは、やはり1話見逃しているんじゃないでしょうか。まあその1話を見る手段はないので、先に進みますが、強敵のヒドラとの戦い。白首さんが回復担当で厄介だ。なのに白首さんが最後に残ってて、回復せずに相手をしてくれるとか、もちろん、戦闘シーンはなんかすっとぼけた感じはしますけれども、その分、黒首さんがいい仕事をしてくれます。相手のトラウマを呼び起こすという精神攻撃を仕掛けてくるんです。心の奥にあった問題をマインドクラッシュで表層化されて、それを解決することで、さらに信頼が強固になるというものだと思うのですが、ゆえさんは、はじめさんに見放されるイメージをイメージされてしまうわけですが、この時点で、この程度のメダパニが効くのって、もともと、はじめさんに疑念がある場合じゃないのかなと。3話の段階で、はじめさんは故郷に帰るのが目的だ、と説明されたところで、自分はまた一人になってしまうかもしれない。その疑念が表に出てきている、であれば納得はできますが、あの場面、結局二人で帰ろう、と。目的をしっかりと確認してしまっているので、呆然となるゆえさん、しつけに突然のチューをして、はっと我に帰ったところで、はじめさんがあいつを倒して一緒に帰ろう、と決め打ちのセリフを吐くのですが、この会話をされる前とされた後では、目標設定が1ミリも変わっていないので、なんだか決意を新たに戦いを仕切り直すシーンには、なっていないように思います。それゆえか、やはり、キスシーンとして、なんだか突拍子もなく浮いた印象に思えるのは、私だけでしょうか。それでね、そんなぼんやりとした終端場の後は、はじめさんが精神攻撃が効かないのがマジパライってことですが、それもなんだか、黒蛇さんのシーン選びが下手すぎるだけに見えるし、あと、レールガンから、極太ビームが出てたりとか、結構広範囲の攻撃で片目だけ負傷していたりとか、立ち回りがぼんやりしているのは、このアニメの標準というところかとは思いますが、まあやっぱり注目すべきは時系列ですね。
今までは時系列しすぎていて分かりにくいなぁといったところですが、今回は本領発揮です。本当に分かりません。というわけで、分かりにくかった話を何とか伝えようとかいうことではなく、分からなかったということを伝えようと思うので、多分皆さんにも分からないと思います。ぜひ本編をチェックしてください。まあそんなレールガン極太ビームの活躍とかのおかげで首一つまで追い詰める、白蛇さんが回復担当なのに回復を頑張らないというのはもう気にせず行きましょう。ということで、ゆえさんが大ピンチ、はじめさんがそれをかばう。ゆえさんは気を失ってしまったはじめさんを助けようと単身白蛇に向かっていくわけで、でも一人ではかなわない。諦めかけたゆえさんの泣き声に反応してはじめさんが起き上がる。熱いシーンだ。なんだか蛇の攻撃が遅く感じる。そしてダメ押しでゆえさんがはじめさんの血を吸って魔力を高めて攻撃に転じる。で、寝ているわけです。もうありのまま起こったことを話せそうにもない。なんだこれ。そいで起き上がって二人で反撃を始めた。はじめさんが寝ているわけですけど、寝ているはじめさんは思うんですね。ゆえさんを失うわけにはいかない。あの時俺の体に何かが起こった。そして全力を出して戦う。ゆえをもてあそんでくれた霊だとヒドラを撃退した。本当にここ誇張でもなく5回ぐらい見直したんですけど、それで結論でもないです。仮説です。前半部分はゆえさんの視点でゆえさんの頑張りを見せて、いつの間にかはじめさんが目覚めている。それで後半部分はなぜはじめさんが起き上がったのかを見せて熱い反撃シーンということがやりたかった可能性がわずかながらに感じられるのですが、まず前半のゆえさんの視点ではじめさんのモノローグが入っているとか、前半と後半ではじめさんが起き上がる時のセリフが違うとか、前半を見て後半を見てもはじめさんの体に何が起こったかはわからないとか、なんだか頭の中まで時系列されてしまったような感覚です。もう何もわからない。というわけで、ラスボスを倒してダンジョンの奥に何が隠されているのかということで、次回へ続きます。とにかく今回は1話目以上に時系列がやべえ回でしたね。もうちょっとはじめさんとゆえさんの距離感について真面目に話すことができたかもしれませんが、もはや何を考えていたのかさえ時系列されてしまいました。もういいや、おしまい。今までも分かりにくい話を何とかお伝えしようと頑張りましたが、素直に言います、分かりませんでした。ごめんなさい。それでもここまでお聞きいただけたのでしたら本当にありがとうございます。またお付き合いいただけると幸いです。バイバーイ。うわー。